毎日映画2本、毎日映画ダーダーって見てるんですよ。もうすごい量の映画見てる。だからさ、なんかないだから、だけどそのなんていうの、見てんじゃないな、かかってるか、毎日5時半とかです。寝てんのか、寝てんのかな、寝落ちしてんだね、なんかね、でもタイトルと内容が分か、あ、内容は覚えてるけど、タイトルは一切覚えてない。タイトルタイトルっていうか、その映画のタイトル、名前ですか、名前が、いや、プラダを着た悪魔とかさ、なんかスターウォーズっていうのがあったら分かりますけど、なんか着たことないようなのあるじゃないですか。もうだってビデオも借りすぎて、もう適当ですから、もう何でもいい感じ、アクションとも1本、サスペンス1本、なんとか1本とか、こんな感じ。ジャケ買いもなし、なし、ジャケ買いもしない。もうこんなん、こんなん、もうだいぶ進んでますよ。で、だから俺に映画の話をするときはだいぶ通じるようになったけど、タイトルはやめてください。内容から先に言って、あれ、すごいのね、期間中でって言ってくれればなんとなく。あと、その、人で言われると分かる。